接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのは、ここにいる私たちは意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても、常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないと、いつ発狂してもおかしくない。そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ。あなたは単純だから問題ないと思うわ。さあ、出発しましょう。